私はテイと申します。チェンと申します。皆さん、新しい iPhone を知っていますか？そう、超人気がある iPhone 4S です。はい、この携帯電話のシリアセスタントは加えていろいろなことができます。残念だけど、シリは日本語を全然知りません。だから私たちはシリの日本バージョンを紹介します。そうそう、これはシリの兄弟ジェリーです。はい、ジェリーはシリのようにメールを読んだり電話番号を調べたりできます。でも人のように頭がいい電話はどんな性格ですか？じゃあこの話はジェリーとの一日です。へえ、今日新しい iPhone 4S を買いました。使ってみましょう。トゥジェリー、イメールを読んで。おい、イメール読みなさい。失礼ね、敬語使わなかったら何もしないよ。へえ、何？ジェリーは、テイ様、何かを手伝いましょうか？と言うはずなのに、ちゃんと仕事しなさいよ。はい、頼しからメール、晩ご飯を入れるために。へえ、そんなに早く読んだら誰もわからないぞ。ガナバシからメール、晩ご飯を一緒に食べに行けへん。真面目にしなさいよ。まあ、とにかく、ガナバシにどうしてよ聞きなさい。だ何を書いてるの？アホなんでやねん、それとあるねそれからジーは電気も調べられますよ。ジェリー、今天気はどう？自分で窓から見えない。アメリカの一番いい大学の学生なのにそんな簡単な質問、もっと頭が使わって考えしなさいよ。電話にもバカにされた。私は最低だ。そしてジリーはレストランの予約ができますよ。トゥジェリー、クラマというレストランに二人の予約してください。はい。ちょっと、デト、誰だね。へえ、あなたには関係ないでしょ、可愛い子だよ。あ、大丈夫かな、ただこのような人？全然違うよ。怖いと可愛いを間違えないんで。兄、誰か教えてくれなかったら何もしないよ。いたでしょ、あなたには関係ないんだよ。実は日本語の授業の道子さんはなかなか可愛いね。Facebook 調べよ。もうレストランを予約しましたか？美智子さんは彼がいないみたい。デートに誘えば幸せになれるよ。いらない、早く予約しなさいよ。あれ、美智子さんは本当にいい女の人だよ。お母さんと一緒に住んでいるし、ハムとコーヒー器を買っているし、今まで彼ができたことがないし。うるさい。いい女の人なのに一度も会わないって振ったの、ひどいな。あなたのように性格が悪い人に初め